これは、どこに向かってるんですか？ああ、お前に剣を教えてやる。剣？ああ。待って、横断歩道ガムスるやん。使い方を教えてくれるんですか？ああ、教えてやる。やはり昨日の騒動もあって人は少ないですね。そうだな。ただ昼間の間はあの怪物はいないみたいですね。あいつら日の光に弱いからな。そうなんですか。ああ。これは一体何ですか？これは仮想敵だな。仮想敵？ああ、鬼に見立てて、昨日の時に作っといた。なるほど。じゃあ、的みたいなものですね。そうだな。じゃあ試しに、この的を切ってみろ。これを切るんですか？ああ、振り方は、こうだ。あれ？こうでしょうか？鞘から抜けてないよな。おかしいな。なかなか刀が重くて抜けないな。力任せに抜いたらダメだ。まあ練習あるのみだな。さすがだ。この人はすごく刀の扱いに慣れてるんだろうな。今日はこのぐらいにしとくか。そうですね。ああ、俺は調べることがあるから。僕はちょっと残って練習しますね。ああ。くそ、頑張らないとな。いやー、なかなか刀が抜けないな。くそ、もう日も暮れてきてしまったしな。でも鬼を倒すためにはこの刀を使えないと。何の音だ？何か後ろの方で爆発した音が聞こえたような。見に行ってみるか。そういえばあの人は昼間は鬼は活動できないって言ってたけど、もしかして夜だから。あれ、あそこだけ地面が崩れてるな。ここで何かあったのか。穴の底に光みたいなのが見える。あの人に報告しないと。何が起きたんだろう。痛い！鬼か？くそ、下に逃げるしかねえ。鬼ごと来るんじゃねえ。そう、このままじゃまずい。そこの斧で。ありがとう、マグマ。なんとか助かったな。ここは洞窟なのか。さっきはそこに置いてある斧をとっさに使って助かったけど、危なかったな。なんだあれは。人の骨と血なのか。趣味の悪い場所だな。そう、ここら辺も鬼が湧いているということは、あの人を呼びに戻った方がいいのかな。とりあえず進んでみるか。血の量がすごい。なんだあそこは。ちょっと違うな。あいつは鬼か。くそ、刀は鞘から抜けないから、今この拾った斧で何とかするしかないな。かかってこい。危ない。なんだ、お前も来てたのか。え？あれ？なんでここに？鬼の気配がしたからな。鬼の気配？ああ、それに今までとちょっと違う。少し強い鬼の匂いのようだ。この先にいるんでしょうか？ああ、いるだろうな。お前、しかしここまでどうやって来た？さっき修行してたら突然音が聞こえて、ああ。それでここに落ちてきました。鬼はどうしたんだ？鬼は置いてあった鉄の斧で。お前は刀抜けるぞ。いや、でも鞘から抜けませんでしたよ。いや、お前は忘れてると思うが、この間抜いていたぞ。この間ああ。家のところで戦った時ですか？そうだ。あれ、おかしいな。確かに
刀を触れていたな。多分あの時無我夢中だったんだろうな。今も俺と一緒にやってれば多分触れるはずだ。本当ですか？ああ、では一緒に行きます。ああ、何か見えますよ。ああ、厄介なのがいいな。あの真ん中にいるでかいやつは何ですか？あいつは鬼を束ねてきた中で進化を遂げた一匹だな。進化するんですか、鬼が？ああ、元はあいつらと同じ姿だったが、長い期間をかけてあの姿になったってことだな。だから他の鬼より手強いぞ。俺があのボスをやる。お前は雑魚敵を頼む。わかりました、やりましょうか。おら、どうだ。おい、いつはそののじゃなくて刀で戦え。お前、刀いた。刀、刀で戦え。使ってみるしかないですね。ああ、お前ならできる。サヤから抜けた。二人でやるぞこいつを。クソ、手強い相手だ。行くぜ、次元斬り。かっこいい。強くないですか？あ、強いな、さすがに。クソ、体力がこのおばあちゃんから授かった。あ、ナイスです。おばあちゃんから授かったものを食って終わっちまったけど、まあいいだろう。ここは一体何だったんでしょうか？ここはあいつらの巣のようだな。死んだ人間も何人かいるみたいだな。あの檻の中に。ああ、無残だ。よし、話があるから家に戻るぞ。わかりました。伊藤、お前に大事な話があるんだ。何ですか？お前はもしかしたら、いや、今はまだいいな。え、何ですか？いや、何でもない。四天童子を探すのを手伝ってくれ、このまま。わかりました。俺が元に戻れるようにな。元に？